あなたは夢を見ている。どこまでも非現実的な美しく尊い夢を。まだこんな力が残ってたのか。プリンセスナイト、まさかあなたたちがここまでやるなんて。でもこれが最後よ。すべて終わらせてあげる。もうやめよう。これ以上戦ってもいいことなんて一つもないよ。願いを叶える、そのためなら何度でも戦えるわ。何度でもね。どうしても戦わなくちゃいけないんだね。迷いは捨てて、そうしないと奴は倒せない。何としてもこの戦いに勝とう。そして叶えよう私たちの願いを。もう一度だけ私たちに戦う力を。決着の時だ。はー、全力でいくよ。タワムラはここまでよ。屈辱の中で散りなさい。キオリちゃん、私たちの力が足りなかったの。私たちの願いは叶わないの。せめてキシ君だけでもここから。私の邪魔をする者は決して逃がさない。よい、危ない。世界のお前たちも全て私にひざまずけ。キチ君、おはよう。ごめんごめん、起こしちゃったわね。まだ寝ててもいいわよ。私も作業に集中したいし、あんたの相手してる余裕がないから。ん？あんた誰って顔してるわね。こっちはあんたのことをよく知ってるのに、初対面みたいな反応されるとやっぱりちょっとへこんじゃうわ。私はまあアメストでも名乗っておくわ。最近はもっぱらそう呼ばれてるから。無理に覚えなくてもいいわよ。どうせすぐに忘れるだろうし。うん、これも夢みたいなもんだから。私は見ての通りボロボロにぶっ壊れててさ、自己修復が終わるまでは動けない。現実に関われないのよね。だから私の代理としてあんたにはガイド役を派遣しといたから、あんたの人生、つまり現実における水先案内人ね。詳しい話はそっちに聞いて。ごめん、今回はこの辺でお別れしなきゃいけないみたい。もっといっぱいおしゃべりがしたかったけど。現実は残酷よね。でもいつまでも夢は見てられないから。じゃ、またね。
あんたの人生が、現実が、幸福なものであるように祈ってるわ。Oh, yeah.